だもん。見る、はい、岡山後楽園って外国の人にとても人気があるって本当？うわ、何してるの？モンチー、ダメできた。それだったら海外の人を呼んできてくれたんだよね。こんにちは。外国人の二人の目に岡山後楽園の風景はどう映るのかな。なんか楽しそう。後楽園って自然たっぷりって感じだね。うわー、デレー映画。岡山城も見えて絵画だねこりゃ。岡山後楽園はお殿様が作った大名庭園なんだね。お城からいつも後楽園を眺めていたんだろうな。まるでタイムスリップしたみたい。へえ、日本三名園の一つなんだ。素晴らしい景色。いいね。何を見つけたの？わあ、結婚式？かわいい。おめでとう。おめでとう。お幸せに。かわいい。末永くお幸せに。せっかくならここでしか体験できないものってないんかな。もっとなんかね。何？革命館？何？何してるの？何？ゲーム？扇子？これは何ですか？これは銅扇鏡といいまして、江戸時代からの遊び。300年ぐらい前からの遊びなんですよ。で、扇を的に持って投げて、扇と的の形で点数が決まってます。なんだか面白そう。すごい。二人とも興味津々だね。モンチもやってみたいもん。まずはややちゃん。あー、残念。なかなかうまくいかないね。あ、みくちゃんはうまいが。あー、上手。さあ、ややちゃんは今度は成功。すごい。いいな、二人とも楽しそう。モンチも当選挙やりたい。はい、とても面白い。素晴らしい遊び。やった。初めての遊び、本当に楽しいです。また遊びたいです。まだあるの？折り紙体験。何を作ってるの？モンチー、亀できたよ、見て。うん、わー、亀だ。ここは日本の文化も学べる安らぎの場なんだね。さらにあるの？タンチョウがお散歩してる。芝焼き、一面真っ黒だね。春にはこんな綺麗な花が咲くんだね。
日本三名園にふさわしい風景だね。お茶を摘むお祭りもあるんだね。お米も植えているんだね。ハスの花、綺麗だね。夜のライトアップも幻想的。素晴らしい景色。こんなところを散策したら気持ちいいじゃろうな。季節ごとに様々な景観やイベントを楽しめる岡山後楽園。みくちゃん、ややちゃんも満足できたかな。 It was a beautiful day, so please guys, come to see this park. It will be a really great time, I promise. 冈山后乐园真的超级好玩的，大家一定要快点来哦。拜拜。今度モンチも一緒に行って。